はい、チルチルです。今回は嫁車ソリオ、もうすぐ20万キロとなる車をブードゥーライドのシルクを使ってポリッシャー施工したら一体どうなるのかを見ていきます。現在現状のソリオの状態を見ていますが、こんな感じで至る所に洗車傷などが多く目立っています。嫁さんの車は基本的にほとんど洗車をしておらず、たまに洗車機に通し、たまに洗車を行っている状態です。この状態の車をシルクポリッシャーで磨いてみます。で、現在ライトを当てて傷の状態を見ていますが、やっぱり全体的に特にドアノブ周りにはこのように多くの傷がついています。先日こちらの動画で洗車傷が消えるコーティング剤はどっちなのかで、シルクとブリスネオを使って比較検証を行ってきました。結構反響も良かったので、興味のある方は一度チェックしてみてください。その検証の結果を先に言うと、ブードゥーライドのシルクの傷消し効果がやっぱりすごかったということで、今回のポリッシャー施工の企画につながっています。シルクは傷消しと同時に下地処理もでき、しかもそれと同時にポリマーコーティングもできる素人にはありがたい商品です。また水染みなどのイオンデポジットの処理能力も高いので、このシルクを使いポリッシャー施工すれば、この洗車傷が多く水染みなどによってボディのくすみが多く出ている車であっても、ある程度の輝きが取り戻せるのではないかなと思って、今回は一度シルクポリッシャーに挑んでみます。ちなみにこのチャンネルでは洗車およびシリコン洗車歴6年の経験をもとに、シリコン洗車関係の動画を多くアップしていますので、チャンネル登録もお願いします。で、現在一番傷が目立つノブ付近を見ていますが、やっぱり女性となると爪がネイルなどで長かったりするので、傷がつく原因となるんですかね。まあそれにしても傷の多さが異常に目立ちます。で、一度引きの映像に切り替えて全体的な傷の感じを見ていますが、こんな感じでノブ周りだけでなく全体的に大小の洗車傷がついているってことがよくわかると思います。今回はノブ付近だけでなく車全体をシルクポリッシャーしてみて、この状態の車がどれぐらい綺麗になるのかを見ていきます。こうやって強めのライトを当てて見ていくとよくわかりますよね。全体的に傷がたくさんついています。特にこの辺も結構ついていますよね。ちょっとズームしていきますね。この付近も結構ついています。この傷をシルクポリッシャーやってみます。で、今回使うポリッシャーはこちらのプロスタッフから出ているシャインポリッシュ、通称激安ポリッシャーです。こちらを使っていきます。で、こちらのブードゥーライドのシルクを使ってポリッシャー施工を行っていきます。で、シルクの裏面を簡単に見ていきますが、裏面にはワックス掛けと同時に水染みや水垢を取り、同時に素水ポリマーコーティングができるとあります。通常の施工方法は手でのワックス掛けのような感じの施工方法となっていますが、それをポリッシャー施工していくってことです。で、現在一番傷が目立つ箇所にシルクを適量つけています。この状態から激安ポリッシャーを使って施工を行っていきます。ではこちらの激安ポリッシャーを使って磨いていきます。今回使っているシャインポリッシュは本来の用途はワックス掛けを楽にするためのポリッシャーで、持ってはいるが倉庫に眠っているって方も多いかなと思いますが、個人的にはこのシャインポリッシュは使い方次第では結構使えると思っています。研磨するパワーは当然ありませんが、素人には扱いやすいダブルアクションとなっており、素人には扱いやすく失敗のリスクも当然ないので、ポリッシャー入門には適しているポリッシャーだと思っています。もし仮に今回の検証でシルクでもそれなりの結果が出たのなら、なおさら使えるってことですよね。で、この部分のポリッシャー施工もできましたので、綺麗なマイクロファイバーで拭き上げていきます。一部早送りしていきます。で、この部分のシルクでのポリッシャー施工ができてきましたので、現状を見ていきます。こんな感じに仕上がっていますね。どうでしょうか。結構いい感じですよね。現在ライトを当ててその効果を見ていますが、完璧に傷が消えているとは言えませんが、結構いい感じに傷が消えています。激安ポリッシャーとシルクの組み合わせでもここまでの効果が出てきましたね。元々の状態がこちらでたくさん傷が入っていましたが、シルクポリッシャーをすることでここまでの状態になったってことです。全く違いますよね。
手磨きでもある程度の効果がありましたが、今回のポリッシャー施工をすることでより効果が高まった感じがあります。やってみるとよくわかりますが、シルクポリッシャーいいです。で、効果がわかるようによりズームをしてその効果を見ています。ノブのところはまだ施工はしていませんが、施工箇所と未施工箇所で違いがよくわかりますよね。シルクポリッシャー効果てきめんですよね。で、次はこの箇所をシルクポリッシャーを行っていきます。ここにもたくさん洗車傷がついています。結構ついていますよね。ではもう一度確認していきますが、この箇所ですね、このノブの下のところですね、ここに洗車傷が無数についています。この箇所をシルクポリッシャーを行っていきます。では先ほどと同じく施工箇所にシルクを適量つけて GKS ポリッシャーで磨いていきます。ではこちらも GKS ポリッシャーで磨いていきますね。今回 GKS ポリッシャーを使うにあたり少し意識したのが力加減です。もともと GKS ポリッシャーにはパワーがないので、少し押し付ける力を強めにしてポリッシングするようにしました。まあその効果についてはよくわかりませんが、その方がよりシルクの傷消し効果が高まると考えて行ってみました。で、この箇所もシルクポリッシャーができましたので、現在マイクロファイバーで拭き上げています。一部早送りしていきます。で、この箇所の効果を見ていきます。どうでしょうか。こんな感じに仕上がっています。全く傷がありませんよね。全くないとは言えませんが、だいぶ改善されています。完璧に傷が消えているってわけではありませんが、結構いい感じで消えていますよね。この部分ももともとはこのように多く傷がありましたが、シルクポリッシャーをすることでここまで改善したということです。全く違いますよね。今回はシルクでの傷消しだけでなく、このもうすぐ20万キロとなる車の輝きを取り戻すことも目的の一つになっています。とりあえずここまでの検証ではシルクポリッシャーでの傷消し効果が高いということが分かりました。で、次はシルクを手磨きで行うと一体どうなるのかも見ていきます。中には激安ポリッシャーがないという方もいるかなと思いますので、一度手磨きでやってみます。ということで、この部分ノブの内部というかカップ内部の傷、この部分は激安プリッシャーでは施工ができないので、この部分を手磨きでシルクを施工してみてその効果について見ていきます。こうやって見ていると結構傷がついていますよね。一応ここで簡単にシルクについて触れておきますが、今回のブードゥーライドのシルクにはコンパウンド成分が入っていないとされています。この点に関しても本当かよと思っているかもしれませんが、メーカーの答えとしてはノーコンパウンドタイプみたいです。パッと見た感じこの車は綺麗に見えるかもしれませんが、傷などの付き具合を見ていてもカメラでは確認しづらい水染みや水垢が結構ついています。ブードゥーライドのシルクは下地処理ができ、同時にポリマーコーティングもできることから、ポリッシャー施工することによってこの車のくすみ、水染みやイオンディポジットなどによって輝きもなくなってきていますので、最終的に車全体をシルクポリッシャーした結果の方も楽しみにしておいてください。結論から先に言うと、めちゃめちゃ汚れがごっそり落ちたということです。今回の企画シルクポリッシャーは想像以上にすごかったっていうことですね。で、この部分も手磨きでシルクを施工して傷の効果を見ていますが、こんな感じに仕上がっていますよね。全くカップ部分に傷がありません。かなり綺麗になりましたね。一応メーカーによる答えとしてはノーコンパウンドタイプみたいですが、コンパウンド成分が入っているかのように傷が消えました。これは何なんでしょうかね。シルクはやっぱりすごいです。で、この部分も先ほどポリッシャー施工したところですね。歴然の差がありますよね。全く傷がありません。シルクは手磨きでもある程度効果があるっていうことです。で、ノブ周辺をポリッシャー施工できるところはシルクポリッシャーで、できないところは手磨きでここまでシルクを施工してきましたが、この通り目立っていた傷がかなり改善されています。
この映像ではちょっと分かりにくいかもしれませんが、ツヤ感も増しています。シルクの下地効果もあって、嫁車とは思えないほどのツヤ感に戻ってきました。結構いい効果が出ていますよね。施工前はこんな感じで結構たくさん傷が多く入っていましたが、シルクを施工することでここまでの状態に変わってきました。全く違いますよね。やはりツヤ感が戻ってきたということは、シルクの下地効果も高いということで、それだけ水地味やイオンジポジット付着の影響が大きかったということですよね。その影響でツヤ感もなくなっていましたが、ここまで戻ったということですね。で、次はこの部分を中心にシルクポリッシャーを行っていきます。施工前の傷やくすみ感はこんな感じになっていますね。まあやっぱりこの部分もたくさん傷がついています。ちょっとズームしていきますね。こんな感じですね。これがシルクポリッシャーを施工することでどのように変わってくるのかというところですね。で、シルクポリッシャー施工の様子自体は先ほどと全く変わりはないので、部分的に早送りでお届けしていきます。その点はご了承ください。ではこの部分にシルクを適量つけていきます。で、激安ポリッシャーでポリッシングを行っていきますね。まあやること自体は全く先ほどと一緒です。で、ある程度シルクポリッシャーが施工ができたら、綺麗なマイクロファイバーで拭き上げていきます。で、この部分もシルクポリッシャーが施工ができましたので、ライトを当てて確認していきます。こんな感じに仕上がっています。もう全く違いますよね。完全に傷が消えているとは言えませんが、ツヤ感が増してある程度傷も消えています。まあこうやって見ると、これはこれで結構素晴らしい傷消し感があるのではないかなと思っています。まあ実際にここまでシルクポリッシャーを施工してみて感じたことは、確かに傷消し用のコンパウンドまでの傷消し効果はありません。というのも完全に傷が消えるわけではないので、ただ言えることは、一応ノーコンパウンドタイプとなっていますので、結構気軽にポリッシャー施工ができてきます。それ専用のコンパウンドですと、素人においてはかえってオーロラが出たりすることも正直出てきます。ポリッシャーの経験値が高い方にとっては、やっぱり 3M などの研磨力が高いコンパウンドを使った方が傷消し効果は高いと思いますが、私のように経験値のない素人にとっては、今回のシルクポリッシャーも良いのではないかなと思っています。で、この部分を見ると、くすみの原因である水地味がついているってことがよくわかると思います。こちらはシルク未施工側となっており、この違いもよくわかると思いますよね。で、傷消しと同時にくすみを取り、ツヤ感を取り戻すべく、最終的にボディ全体をこのようにシルクポリッシャーを行いました。この映像でもそれほど汚れている車、くすみが出ている感じはしないかもしれませんが、最終的な施工後のポリッシャーのバフを見ると驚愕の結果が見られますので、その結果も楽しみにしておいてください。で、車全体シルクポリッシャーの施工が終わって、最後にシルクの撥水疎水ポリマーコーティングの様子を見ています。こんな感じになっていますね。やっぱりシルクは疎水コーティングとなっていますので、こんな感じの水引き状態です。まあ水残りはやっぱり少ないですよね。疎水コーティングと同時にやっぱりツヤ感も出ていますよね。この映像でツヤ感が増しているってことがよくわかるのではないかなと思っています。結構鏡面仕上がりになっています。まあ個人的にはシルクは疎水コーティングとなっていますので、ちょっとその点が残念かなという点がありますね。やっぱり撥水コーティングが好きです。
で、最後にそのごっそり取れた汚れのところを見ていきますが、今回は新品のバフセットを購入し、新品で施工してきました。新品ですので、施工前はこんな感じで真っ白なバフがついていましたが、今回施工することで、こんな感じで真っ黒になったっていうことです。この違いです。全く違いますよね。これだけ汚れていたっていうことです。これだけの汚れが取れたっていうことですので、当然それだけくすんでいたってことでもあります。今回のシルクポリッシャーでこのようにごっそり汚れが取れたってことで、新車並みの輝きにまで嫁車が戻ってきました。シルクポリッシャーは効果てきめんです。こんな感じでこのチャンネルでは洗車に関する動画を多くアップしています。今日の動画が役に立った、もしくはためになったって方はグッドボタンもお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。